里崎チャンネル。ちょさあ、キャンプ地レポート4日目ということでね、今日は日曜日でございますけども、宮崎、今日が一番寒かったんじゃないのかっていうね、まあ天気も芳しくなかったですし、まあ、4日間ね、全部雨ちょこちょこ降ってもらって曇りでした、ね、宮崎キャンプ10年間来てますけど、こんなずっと曇り雨が続くのは初めてなんじゃないのかなっていうぐらい悪天候。皆さんね、ぜひ宮崎キャンプ来るときはですね、雨具の準備を忘れずに、まあ来週どうなるか分かりませんけどね、まあそういうところで今日はね、広島天福球場に広島のキャンプ視察に行ってまいりましたけども、もちろん今日もですね、日刊スポーツのコラムにしっかり書いてありますので、そっち詳しく書いてますので、ぜひ読んでみてください。さあ、ということでね、今回、カープのね、行きましたけども、まあ、正月にね、出したカープの順位予想は最下位ということで、まあね、今年のキャンプ、そしてオープン戦を見てどうするのかっていうところでね、何を探そうかっていうね、キャンプ行ったところで、まあ、カープで言えばね、まあ、チーム的にはやはりね、西川が FA で抜けたっていうところと、あの、マクブルーム、そしてデビッドソン、両外国人が抜けて、まあ、新外国人に、どういう期待をするかっていうところを考えて、あとはね、まあ、秋山選手、そして、菊池、そして田中康介とね、ベテラン組がいるっていうところでは、まあ、このね、ちょっと世代交代にね、来てるんじゃないのかなというね。まあ、秋山、菊池、田中、康介っていうところもね、コンディション調整ね、コンディションを見ながら、まあ、なかなか全試合出場っていうのも、最近の中ではね、難しくなってきてるんで、まあ、そこをね、どういうふうに、マネジメントしていくかっていうところはね、新井監督の手腕の見せ所っていうところもありましたけども、まあ、全体的にはね、ちょっと、野手陣ね、世代交代していかなきゃいけないんじゃないのかっていうところでは、まあ、外国人のね、このレイノルズ、そして、シャイナーっていうところの、まず両外国人にね、さらに期待しなきゃいけないという、まあ、シャイナーはね、まあ、サード、ファースト、どちらかっていうところはあるけども、まあ、レイノルズは、まあ、話に聞くとマルチポジションなんで、なんか空いたところにね、入っていく、ユーティリティ性を持って戦っていくっていうところですけども、まあ、バッティングね、練習見ましたけども、まあ、両方ともね、同じようなスタイルのバッティングに見えますけど、高めのボールっていうのはね、非常にバットの出方もいいし、コンタクトの形もいいし、打球の強さっていうところもいいんで、ハイボールヒッターなのかなっていうね、高めに来たらバッティング練習見てるってもかなりいいね、スイング、かなりいい打球を飛んでたっていうところでは、まあ、全体的にはパワーヒッターっていうよりアベレージヒッターかなっていうところも感じるので、そういったところをコンタクトしていくっていうね、だからここからまあ日本野球でいうと、まあ、低めに投げてきて、その低めの変化球っていうところの見極めっていうところが大事になるんで、まあ、高めはいい形のね、バットの軌道、スイングっていうところができてますけども、この低めがね、どういうふうな対応するかっていうところが多分進化が問われるところなんで、まあ、今後ね、実戦オープン戦っていうところでは、その低めの変化球の、選球眼、あとは対応力っていうところをしっかり見ていかなきゃいけないなっていうね。あとはやっぱりね、この田村ね、そして林っていうね、この2人のね、左バッターの成長っていうところが、重要になってくるところで、まあ、バッティング練習見ててもね、非常にこの両選手ね、下半身もしっかりしてるし、バッティングの軸っていうところがぶれない、まあ、ミスショットするにしてもしっかりね、いい当たりの、ヒット性の当たり打つにしても非常に同じような形で軸がぶれないでホームの安定っていうところはしっかりできてて、内側の力からコアで回ってバットのね、ヘッドスピードが増すっていうところでは非常にいいバッティング練習してたんでね、まあ、ここからね、どこまで実戦上げていけるかっていうところ、まあ、あとはね、先の若手のね、世代交代っていうところを考えると、このね、田村、そしてね、林っていうところが上がっていかなきゃいけないっていうのはね、マストになるんで、こういうところがね、カープの順位にもかなり直結するところかなと。あと練習見てて、この矢野ね、61番、矢野ね、非常にね、結構、どっちかというとちょこちょこ当てるタイプなのかなっていう印象もあったけども、今日のバッティング練習見てたらめちゃくちゃパワフルで、しっかり強いスイングできて、打球もね、スタンドインするのもあるし、いい形の放物線ね、スタンドインしなくても角度がいい打球を打ってるっていうところを考えると、いや、めちゃくちゃパワーついてきてんなっていうところもあるんで、今年はね、矢野選手の活躍もね、期待したい。だからまあ、菊池がね、若干、休まなきゃいけないっていうところを考えると、この小園矢野のね、二遊間っていうところも非常に面白くなってくるんじゃないのかなっていう気予報もね、ありかなと。これ矢野のね、今日のバッティング練習はね、非常にちょっとね、おっっていうね、誰や誰や、61番矢野や、おお、すごいパワフルやなっていうところのね、バッティングはね、ちょっと見れたかなと思いますね。あとバッティングでね、いいなと思ったのはね、このね、中村隆弘ね、こう、顔でも T、ロング T からね、すこすこスタンドインしてましたし、あとバッティング練習入ってもめちゃくちゃいい打球打てたんで、まあ、このね、外野も、西川がね、いなくなるっていうところでは、
この中村隆弘今日めちゃくちゃ良かったんで、ちょっと期待値がねどんどん上がってきたなっていうね、まあ田村とかとね競争になってくると思いますけどもね、中村隆弘そしてポテンシャルだけでやっぱりチーム内評価はねやっぱ高いっていうところで、中村翔成ね、このまあ今いませんでしたけど一軍にはね、このポテンシャルはやっぱり高いっていうね、まあ、野球にね真剣に取り組めばね、ここからどこまで伸びていくかっていうところは楽しみだなっていうね。そしてライブ BB でね、投げてた選手で言うとやはりね今年やっぱ出てくるやろうっていうねところでは、このね斉藤ね、ユータ47番ね、今日ライブ BB 投げましたよ。なんか下半身、お尻から下半身の張りがねバーってできてきて、あーなんかどっしり感あるなっていうところと、フォームもねちょっと右腕をね小さく使っていって、あのボールの出所がねなかなか見づらい。でしかもそこからねあのまっすぐの回転もいいし、そのキャッチャーミットまでの軌道っていうのがめちゃくちゃ安定しててね、こう線でピョンっていく感じもあるし、スライダーも同じ軌道から曲げるっていうところではね、まあこの段階この第一クールとしてはいい感じのね、質のいいストレート変化球も投げてたし、まあ今年ねどこまで投げるのかっていうと、やっぱりこのねあのカープ、まあ、やっぱ世代交代していかなきゃいけない、若手も使っていかなきゃいけないっていうところ で、 やっぱで一番ね問題課題になってくるのは新井監督の我慢です。これね、まあ、どこまで我慢しきれるのか。でもね新井監督本人もね若い時はね我慢してもらって、使ってもらってミスもあったけどね、そこからホームランも量産しながらねタイトルホルダー名球会まで行ったっていうところでは我慢してもらってね起用してもらったと思う。でピッチャーで言うとね前剣、こちらもね我慢して使ってもらって、最初はね負け先行結構多かったけども、それでもねローテーションをしっかり投げ出して、最初は100イニングから行ってっていうねところでしっかり結果を残していったところでね、今メジャーリーガーにもなってるっていうところで、まあ無限にね我慢はできないけども、まあここはね監督の我慢のしどころちゃうかとね、田村にしても中村隆弘にしてもね、あとはこの林にしても、この我慢のしどころだから、まあ100打席野手は100打席ピッチャーは100イニング、ここら辺がね我慢の一つの目安になるかなと。その間でねやっぱ選手たちもね頑張って結果を残さないきゃいけないっていうところもあるけどもね、こう自身もやっぱ我慢してもらってここまでね、プロ野球界でレジェンドになってきたっていうことを考えると、自分自身が監督になった時にどこまで我慢しきれるのかね、まあ、なかなかね結果も出ないのに使い続けるってめちゃくちゃ勇気いるしね、忍耐力もいるし、でファンの人とかね周りのこのねなんで使うんや、あいつ使え、好かれてんのか、お前好みで使うんか、好き嫌いやっていうね雑音がいっぱい入ってくる中で、このねしかも今 SNS 時代ね、この我慢もねなかなか外部の声で難しいところもあるけども、ここは世代交代していかなきゃいけないっていうところを考えると、やっぱ我慢がねこの今年のテーマは我慢なんじゃないのかっていうね、そういったところの起用法、あとはその期待に応えて若手が早いうちに結果を残せるっていうところではね、非常にそこは我慢のしどころなんじゃないのかなって。で我慢すべくねいい素材なんじゃないのかなとね、この斉藤裕太投手、あと中村ね、この林、そして中村隆弘ね、新井ちゃんと名前一緒というところでは我慢のしどころじゃないのかなっていうところはね、非常に楽しみな、若手かなと思います。そしてやっぱ今日ね見に行った中で一番行ってよかったと思ってね、うわーって思ったのはね、この今練習生で昨年の秋から来てるね、ドミニカのカープアカデミーから来たねラミレス、そしてねロベルト、両者のバッティングね、ロングティーからあの結構テンポね、左中間とか外野の膨らみ広いから、外野も広いんだけども、若干ねティーロングティーも後ろ目にから打ってたけども、バックスクリーンにも入ってたしね、左中間深いところにもロングティーで入ってて、このねパワフルさはねかなりのロマンある、魅力的。まあ、現在ね年齢が22歳前後っていうところを聞いたんでね、まあ、正直まだねあの荒さっていうかねがむしゃらさはあるけども、あそこまで触れるね選手もまあ日本人でもそうだし外国人もそうだしなかなかいないしね、あのシャイナー、そしてレイノルズがね若干ベレージヒッターっていうところを考えると、このラミレス、ロベルトね、まあ、楽しそうに練習してたし、まあ、カープアカデミーから来てね、こっからジャパニーズドリームじゃないけども、このね、チャンスを掴んでいかなきゃいけない。しかもまだ練習生なんでね、あの育成契約でも試合下にもなってない。まあ、今後ね、なんか関係者に聞くと、今後、まあ、このままいけば、まあ、試合下なのか、育成なのかわからないけど、多分契約する見込みになるやろうっていうね。で、さっき計算したんだけども、多分68人ぐらい試合下がいるから、あと2人ぐらいしか枠がね、残ってないっていうところを考えるとね、まあなかなかこの難しい
判断になってくるよね。二人ともはなかなかないからね。まあどうなんやろうっていうね。まあこの秋口からね、まあ開幕から夏場ね、この、交流戦ぐらいにかけて、このレイノズ、シャイナーがどこまでの活躍するかによって、まあ育成にしておいて支配下に切り替えるかどうか、二軍でのね、このラミレス、ロベルトの活躍がどうなるかによって変わるけども、いや、めちゃくちゃロマンあるね。このラミレスはね、どっちかというとなんかね、昔横浜中日にいたブランコのようなね、構え方で、よく似てた打ち方するんだけども、当たった時の破壊力ね。このロベルトはね、ラミレスの方がなんか、感じは良さそうだけどね。ロベルトももちろんね、当たった時の破壊力はあるけども、どっちが能力高いかなと思ったら、ラミレスの方が高いかなっていうね、ところはあるけども、このロマン砲の二人はね、いや、めちゃくちゃ楽しみだね。だから、化けるかどうかわかんない。でも、めちゃくちゃ魅力とロマンはある。ホームラン40発もね、ラミレスあたり夢じゃないぐらいの可能性あるんで、まあ、ここら辺がね、まあ、今年すぐっていうのはね、それはなかなか難しいかもわからないけども、2、3年後にかけてね、一気にね、成長してっていうのも考えられるからね。逆に言うと日本で成績残してメジャーに逆輸入っていうところもね、感じるロマンあったんでね。まあもちろん今は荒削りだよ。まだまだ足りないところもあるし、ここから補わなきゃいけない時もあるんで、ね、そんなもろ手を挙げてっていうところはないけども、未来に向けてはね、非常に楽しみな選手なんじゃないのかなっていうところでは、カープファンの皆さんと思いますか。佐々木さんね、めちゃくちゃ面白いね、選手見つけたなっていうね、今後どういうね、ストーリーを築いていくのかっていうところはね、ちょっとね、楽しみだなっていうね、ところがあります。まあ、というところがね、まあ、キャンプ、今日ね、カープ天福球場ですけど、まあ、天気悪かったんでね、室内と外のね、入れ替わりになりましたけども、まあ、佐々木はまあ、今回もね、ちょっとブルペン行ってないんで、ちょっとピッチャーは見えてませんけども、まあ、ライブ BB 投げた、松田ね、そして川野2年目の選手、増田はね、若干腕を下げて、サイド気味になっててね、このツーシーム系、チェンジアップ系、スライダー系、よそなゆすぶりっていうことを考えると、まあリリーフにひょっとしたら入ってくるのかなっていうところもあるんで、まあそういったところでね、まあ変化をつけつつ、このプロ野球界でね、どうやって成長していくかっていうところのね、試行錯誤が見れたんで、このまあ増田、川野ね、この両選手たちもやっぱこう成長していかなきゃいけないっていうところもあるんでね。まあどちらがね、生き残っていくのか。ね、斎藤の先発ローテーション、まあ100イニングぐらいをね、目安に今年はしっかりね、投げていく姿を見たいなっていうところもあるしね。まあこっからね、どうなっていくのかは非常にね、楽しみな存在になると思います。まあカープのね、まあ今年のテーマで言うと、ね、新井監督の忍耐力、我慢なのかなっていうね。ところと、あとはね、外国人選手の爆発力、若手の底上げ、そしてラミレス、ロベルトの練習生がどうなっていくのか、ロマンはあるねっていうね、ところで、広島カープのね、キャンプ情報を佐々木がお送りしました。明日は移動日です。ということで、今日が宮崎最終日になります。西武がね、この来るまでに来れなかったんで、ちょっと西武のキャンプには行けないっていうところにね、なってしまったんですけども、初日からキャンプしてくれればっていうところはありますけどね、こちらもスケジュールがあるんで、ちょっとなかなか合わなかったっていうところで、西武はね、オープン戦を見ながらまた解説したいと思います。ということで、宮崎キャンプ、とりあえず今日で終了。明日からは沖縄、那覇に移動します。それではまた。